今年は何といっても4月に選挙があって、もう大変素晴らしい成績で当選をされた、本当に実力がそのまま出た選挙じゃないかというふうに思います。おめでとうございます。それが鈴木太郎先生のやっぱり心の強さが出てるんじゃないかなというふうに思いました。心も強いですけど、マラソンもやって体も強いですから、ぜひこれからも活躍していただきたいと思います。しっかりと鈴木太郎先生と切磋琢磨しながら仕事をしていきたいと思います。どうぞ皆様よろしくお願いします。ありがとうございます。